男のロマンライブ、今回はですね、ドラえもんドラミちゃんに続く藤子 F 不二雄作品第3弾と題しまして、新お化けの Q 太郎についてお届けしたいと思います。この作品は私はもうとにかく藤子 F 不二雄先生の数ある作品の中でももう一番笑える、もう一番好きな作品で、こんな風にこうコミックス持ってて、もうボロボロなんですよね。で、はいはい、4巻だけもう読めない状態になっちゃったんで新しく買い直して綺麗なんですけど、はい、1971年の漫画です、はい。でちょっとお化けの Q 太郎についてね、まずはちょっと振り返りたいんですけど、60年代なんですよね。お化けの Q 太郎がそのドラえもんより前にもう一大ブームを巻き起こして、もう本当に国民的な人気者になったのが、で当然これはまだコンビ時代、藤子不二雄時代のですね作品で、初のまあ大ヒット漫画なんですね。で TBS で、アニメ化されてモノクロなんですけどね。で視聴率 30% を超える大人気キャラクターになって、もうレコードは軒並みミリオンヒットで、もうお弁当箱とか水筒とか浴衣とかね、いろんな今でいうとこのキャラクターグッズがバカ売れして、夏休みはもうおばきゅう温度がもう全国で定番になるというぐらいの社会現象ブームの人気者になったと。これ当時は TBS の人が言ってましたけど、そのお化けって足がないんで、その足がないっていうので、なんかこう商売的にはなんかあんまりいい言葉じゃないんですよ、足が上がるっていうのが。で、縁起が悪いっつって人気出ねえとかって言われてたらしいんですけど、まあびっくりするぐらい人気者になったんでね、この Q ちゃんっていうのがね。で原作はですね、それより前の1964年から66年に週刊少年サンデーに連載されてるんですね。で単行本はテントウムシコミックスで、全6巻で、今はね新装版になって12巻になって発売されています。私この旧作も持ってますけど。で今回ご紹介するのはこの新お化けの Q 太郎っていうやつで、これはですね71年から73年に小学館の学習雑誌に連載されて、テントウムシコミックスでは先ほどお見せしたように4巻だけなんですね。でそれに合わせて、日本テレビでアニメで、これも新お化けの Q 太郎として71年の9月から72年の12月に放送されました。でこの新お化け Q はですね、お化けの国に前作で1回戻るんですけど、Q ちゃんが。で、帰ってくるところから始まる。帰ってきたお化けの Q 太郎なんですね。で、初めてこの時にその弟の王次郎を連れて帰ってくるんですよ。で、最初の翔ちゃん家に帰ってきたら誰もいなくて、隣のそのドロンパの家ですね、雷さんに、お、Q ちゃん帰ってきたのかって言われてあげてもらって、Q ちゃんがいなかった不在時の出来事を一コマで雷さんが語ってるシーンがあるんですけど、はい。長嶋新監督、爆弾事件、石油ショック、田中総理から三木総理へ、なぞなぞ流行、ベトナム戦争終わる、山口萌え映画出演、自然食品、北の海横綱、エリザベス女王訪日、とかって書いてあって、はい。Qちゃんがお茶飲みながら、人間の世界にはいろいろあったんだねって言ってるんですけど、時代を感じるでしょ、これ。はい。一コマで片付けるとこがすごいんだけど。で前作と何が違うのかっていうと、それまでの Q ちゃんと違うのは、王次郎が出てくるのはシンからなん、さっき言ったようにね。で一番大きいのは、作画が初めてこの時から藤子 F 先生一人になる。前作までは共作だったんですよ。なんでどういう書き分け方をされてたかっていうと、基本的にそのおば Q ちゃんたちですね、 Q ちゃんとかドロンパとかが F 先生が書いてて、で翔ちゃんとかお兄ちゃんのしんちゃんとかはですね A 先生が書いてたりするんですよ。うん、なんでこうタッチがちょっとこう混ざってるんですよね。うんうん、で新作から本当のその藤子 F 先生一人になってる。だからそのバケラッタの王次郎ってね、すごい有名ですけど、新作から出てきてるキャラなんですよ、実はね。うん、でこの Q ちゃんっていうのは実はすごく不遇の時代っていうのがありまして、こんだけ超人気な国民的人気作品になったのに、はい、単行本がですね1988年を境に一切増刷されなくなって買えなくなったんです、一時。Q ちゃん本屋から消えてたんですよ、完全に。はいはい。で2009年まで実は20年近く
お化けの Q 太郎は新刊では買えない時代が実はあったんですね。うん、でも古本屋の価格が高騰していって当時。俺もすごい買おうと思ったらものすごいセットでこう高値で売られていてね、うん、もうしょうがないんで買いましたけど、うん、でこのね、要はね、絶版になってたんですよ。で、これがそのいろんな理由が語られていて定かじゃないんですけど、うん、まあ一つはですね、実は旧お化けの Q 太郎はその A 先生だけじゃなくって、石ノ森章太郎先生とかが作画で協力してたりするんですね。実はこの Q ちゃんの中に出てくるこの子、よっちゃんっていう子が出てくるんですけど、はい、この子はですね、初期に石ノ森先生が書いてたんですね。へえ。なんでかというと、はい、藤子先生たち二人とも女の子書くのが苦手で、石ノ森氏書いてよって頼んで書いてもらってたとかね。はい、うんうん、で、噂ではその背景は赤塚不二雄先生が書いてたとかね。モンスター、要はその当時の時和荘のメンバーですよね。はい。で、みんなでそのスタジオゼロっていうアニメスタジオを立ち、まあ、手塚先生を真似してというかね、はい、アニメスタジオ立ち上げて、だから旧オバキューの時にはオールスターでやってたりするんですよ。うん、で、そういう権利問題で、なんかこう遺族が仲悪くてとかいろんな噂がありました。で、もう一個はですね、すごく言われてたのが、人食い人種を連想させる化け食いお化けって回があって、お化けの世界中のお化けがそのなんか一箇所に集まってサミットみたいなことをやるっていう国連みたいな、うんうん、化け連かなんかっていうその要は国際大会をするのがあって、でそれが今年はなんか日本が当番で翔ちゃんちでやるぞみたいになっちゃうんですよ。なんで翔ちゃんち、はい、で、世界中のお化けが来るんですけど、そこにその要は、まあ、アフリカだろうって、ね、その当時のその未開の国からその要は、うん、真っ黒いお化けが現れて、で、何かその議題で揉めるとなんか、食っちまえとかってやじ飛ばすんですよ。もうこれ今だ、絶対ね。ダメなやつなんですけど、当時はね、そういうことの差別的な意識なく、ギャグとして書かれてるんですけど、まあ、うん、藤子先生にはね、ジャングルクロベっていうキャラクターも、酋長のキャラクターもいたりするぐらいなんでね、なんですけど、まあ、そのなんか、差別が絡んでるとか、あと要はこれも言っちゃいけないんで、ピーって入れてもらわなきゃ、好きですよね、その物乞いさんが出てきたりとか、当時はそういうの普通にあって、たんですよね、うん、でそういうのがいっぱい出てくるんでっていうのも引っかかったんじゃないかとかっていろいろ噂があって、なんか近年ではその藤子 F 先生の奥さんですね、亡くなられた後の奥さんのご意向だったんじゃないかみたいな説が有力みたいなんですけど、とにかく Q ちゃんっていうのは一時もう全く世の中から姿消してたんですよ、うん、これ意外と皆さん知らないと思うんですけど、だからその最近の子たちはドラえもんばっかり知ってて Q ちゃんあんま知らなかったりするんだよね。その新オバキューの、じゃあ私が推してる面白さっていうのは、とにかくこれはもう4巻しかないんで、もう買って読んでくれって言いたいんですけど、はい、もうとにかくもう、トンキョウなドタバタがね、で、ドラえもんと比べて Q ちゃんっていうのは、本当何の役にも立たないキャラなんだよ。大飯ぐらいで。はい、まあ唯一の長所はそのお人よしでね、うん、いいやつなんだけど、うん、一生懸命なんかやろうとするたんびに、とにかくもう失敗するっていう。うん、これはですね、実は後に石ノ森章太郎先生が頑張れロボコンってやったでしょ、うんうんうん、あれね、実は言うと俺も大人になって気づいたんだけど、あれって要はその Q ちゃんがロボットになってるってことなんだよね。一緒なんですよ、基本的に。その日常の家庭の中に突然異物が混入してきて、でドタバタを繰り広げるっていう、その異物混入 SF ものなんだよね。で、Q ちゃんはお化けだ。で、皆さん知ってるかどうか知らないですけど、お化けってお化けのくせに化けられないんだよね。唯一化けられるのは靴の片方になれるっていう。ギューってなんかなると、こう、白いズックになるんですよ。毛が生えてる。片方にしかなれないんで、しかもね。で、こう、ドロンパとかから、こう、お前はお化けのくせにって出来損ないなみたいなことでいじめられてるから、もう馬鹿にされるんですけど。うんうん、で、とにかくこの Q ちゃんはですね、いろんなエピソードがあります。もう一個一個上げていくとキリがないんですけど、その例えばその、大次郎とピーコっていうのはもともと旧作からいるんですけど、すごい出来のいい妹がいるんですよね。うん、で、これよっちゃん家に居候してて、で、Q ちゃん家にその新しくおーちゃんが来てて、で、おーちゃんとピーコの二人をなんか家族サービスっていうのが当時言葉として流行って、要はサラリーマンのお父さんが休みの日にどっか子供を家族をレジャーに連れていくことを家族サービスっていう会があって、で、Q ちゃんがその家族サービスに憧れてやりたいってなって、動物園に二人を連れていくんだけど、まあ、案の定一人で自分がはしゃいじゃって、おーちゃんとピーコにこう呆れられながら、こう、うまいことごまかされながら、こう、やっていく話だったりとか。うん、
京六さんっていう近所に住んでるなんかこう謎のインテリみたいなやつがいるんだけど、こいつがその要は盗聴器を仕掛けた、当時はほらアポロブームだからロケットを配ってみんなの家のなんかあの諜報してるんですよ。はい、でそれをそのQちゃんに言うと、Qちゃんがあちこちで言いふらすもんだから、Qちゃんが犯人じゃないかって疑われる回があってね。で、その時にもうQちゃんがそんなに僕をみんなが疑うなら本当にそうなってやるとかって開き直ってこう逆ギレする話とか、うん、でもね、とにかくその要はあのセリフ回しからコマ回しからあとそのスピード感からね、あの Qちゃんがゆうこさんの気を引くために睡眠薬を飲んで死んだふりして、ゆうこさんがどういう反応を示すかみたいなのやって、あまりにもゆうこさんが信じちゃって、お葬式やりましょう、火葬で燃やしましょうみたいなこと言い出して、ちょっと待ってくれ、それは困るみたいになる話とかね。お化けなのに。お化けなのに。お化けじゃねえかっていう、ね。はい。で、最後のコマは、本当に殺してやるってゆうこさんが本当のこと知って、本当に殺してやるってコマで終わるんだよ。あとね、あのみんなで学芸会じゃないけど、こう翔ちゃんたちが学芸会で舞台の演劇してるのを Qちゃんたちが見て憧れて、僕たちもやりたいって言ったんだけど、お化けが出たら階段に出ちゃうとかってこうバカにされるんですよ。で奮起して俺たちも劇団作ってやるぞって言い出して、あのやる会があるんですけど、はい、あの全員やりたい話が違うんですよ。で、ゆうこさんは柔道が大好きだから、姿三四郎やりたいとか言ってて、で、なんか、おうちゃんは桃太郎やりたいとかね、みんな違うこと言ってて、で、なんかこうみんなで練習するんだけど、とにかくその間もなんかもう面白いことがあって、結局なんか知らないけど、人魚姫をやることになるんですね。で、人魚姫の主役はってなった時に、ゆうこさんが、まあ唯一ね、その大きい女の人、彼女しかいないもんですから、やるんですけど、そのゆうこさんがドロンってその人魚姫の形に化けた時に、全員が武器君、取りすぎじゃないかな。尻尾がフグで頭がタコってのいくらなんでもダメだったとか言ったりとかね。もうね、とにかくその、この話の中に出てくるやつはもう未だに俺全部もう言えるぐらいそのエピソードとして面白い話が多くて。あとね、あの、本を好きな本山しみおくんっていう友達がいて、みんなが漫画とか本を回し読みしてんだけど、みんなが持ってる本ってもう数少ないからすぐそこ尽きちゃうんだけど、その本山しみおくん家にはもう図書館並みの本があると。みんなでそいつの本を借りたいんだけど、そいつに本貸すって言うと本が大好きで絶対貸してくれないんですよ。でみんなで図書館みたいなことやるぞみたいなこと言って丸め込んでやって本を貸してくれるんだけど、とにかくその要はもう期限までに返さなかったものは死刑とかって言うんで、その彼がね、うん、本を傷めたり汚したりしたら死刑とかっていう、もうこのなんか死刑とかっていうのがよく出てくるんですけど、この時代の漫画はね、うん、あとお化けに憧れている化けるのに憧れているタヌキが王次郎に弟子入りする回があるですよ。はい、でもう大次郎に関しては先生なもんだからものすごい尊敬して、こう座布団も高く積んで上に座ってくださいとか言うんだけど、Qちゃんはさっき言ったように靴の片方にしか化けれないもんだからバカにされてて、大次郎大次郎ってQちゃんってすごい軽蔑されるみたいな話があったり、ね、うん、王ちゃんがクリスマスにプレゼントが欲しいって言ってないんだけど、Qちゃんが勝手に大次郎にクリスマスにプレゼントを買ってあげたいというか、サンタさんをやりたいとなって、大次郎に何が欲しいんだったら、電気自動車が欲しいと。1万8000円ぐらいするんですよ。この当時で1万8000円なんだよね。全然今と買ってねえじゃんって感じなんだけど。はい、で、あまりにも高くて、Qちゃんは自分のお小遣いでは買えなくて、そもそもお小遣いもらってんのって話なんだけど、いそうなんですよ。で、なんかね、たまたまこう街で福引きをやってて、クリスマスの歳末のセールで。で、それでもうありったけのお金はたいて、ガラガラ回すんですよ。たら、おめでとうございます。ちり紙が当たりましたって言われて、Qちゃんが発狂して、1000円返せ、アジャラカピーって空飛んでるシーンがあったりするんですね。はい。それを見た王ちゃんがかわいそうになって、はい。自分が福引き当てたら、たまたま電気自動車が当たるんですよ、王ちゃんが。はい、はい。それを自分がサンタに化けて、はい、キューちゃんにあげて、キューちゃんがそれをプレゼントして、はい、王次郎がそれを喜ぶみたいな話があったりするのね。ああ、すごい心温まる。うん。
まあ、本当にこれね、話し出すともう全部紹介したくなるんですけど、私が一番好きな話っていうのが一番最終回で、くじ帰るって話です。で、これどういう話かっていうと、Qちゃんが、お化けの国に、まあ、学校に入りたいかなんかで、その、本当にもう人間界から本当にさよならするって話なんですね。で、Qちゃんはそれを周りの人に内緒にしてるんですよ。なんだけど、なんか友達っていいもんだなって握手して回ったり、なんかニコ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 してて、いつもいじめ、文句、なんだ、いじめられてるというか、その要は、喧嘩相手のそのドロンパからこう嫌味言われても、なんかニコ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 して何も言い返さないって、なんかおかしいなってみんななって、で、翔ちゃんに聞くんですね。なんか、Qちゃん様子おかしいんだけどって。ただ、翔ちゃんだけは知ってて、実は Qちゃん帰っちゃうんだよと。で、だったらそのちゃんとお別れしなきゃってみんな言うんだけど、Qちゃんはそれを嫌だって言うんだよね。いつも通りにしてて帰りたいって言ってて。なんだけど、その最後の日にですね、もういよいよって時になってみんながやっぱりね、お別れ会をしてくれて、で最後にですね、Qちゃんいよいよもう9時になったら帰るっていう話なんで、で翔ちゃんがその9時が近づいてきたんで、いよいよって言いかけるんだけど、その、Qちゃんは将棋指そうって言うんだよ。はい。いつもみたい。で、将棋指してて9時になった瞬間に消えていなくなるんですよ。で、翔ちゃんがもうその後号泣するんですよね。うん、うん。こんな別れ方ないだろって。うん、ところが、Qちゃんは実は出発の日を1日間違えていて、はい。明日だったってもう一回帰ってきちゃうんですよ。で、最後のコマは、はい。一コマ、一ページで、今夜は寝ないで喋り明かそうって、ずっと今夜だといいね、いつまでもいつまでもって終わるんだよね。うん。この話が本当にいい話でね。で、Qちゃんはだからここで本当に話としてはもう終わってて。で、実を言うともう一本劇画オバ Q っていうのが書かれてるんですよ。ブログではこの話してないんですけど、はい、これがですね、どういう話かっていうと、本当に大人になった翔ちゃんたちの世界にオバ Q が帰ってくるんですね。はい、で、ちょっと劇画タッチで書かれてるんです。で、翔ちゃんはサラリーマンになっていて、はい、みんな立派な大人になっていて、で、Qちゃん帰ってくるんだよ。で、Qちゃんはあのままなんだよね。で、そうすると、その昔は楽しく遊んでたQちゃんと、子供たちだった翔ちゃんたちが大人になってるせいで、ズレが生じる。あ、ね。で、なんかね、すごいこう悲しい話なんですよ、それが。うん、で、だからそれがまあ言ってみれば本当の完結編みたいな話、まあちょっと番外編ですけどね。うん、まあ、ただその、お化けの Q 太郎っていうのが、その、だからどっちかっていうと、俺よりも上の兄貴たちの世代のね、人気者だったので、俺らはそのテレビ版でと日本テレビでやってた新お化けの Q 太郎で、まあ、皆さん知ってるね、Q 太郎はねってやつですよ。うん、あれは桃戸直澄さんが音楽やってて、すごいもうオープニングからすげえテンションの高いなんか曲でね、あれがね、めちゃくちゃ面白かったんで見たいんですけど、実はその日テレ版の新お化けの Q 太郎のアニメ自体も封印されてるんですよ、今。これはその後に新映動画がテレ朝でオバ Q やっちゃったせいで、やっちゃったせいでって言うと悪いですけど、やったおかげで日テレ版は放送できないんです、今。なんで、一時はアニメも見れない、漫画も見れないだったのが、最近ようやく藤子不二雄先生が亡くなって何十周年記念とかで、オバ Q が復活したんですね。で、今は新装版になって、コミックスはもう今まで以上に過去の発表されなかった作品も含めて愛蔵版で買えます。なんですけど、新オバ Q のアニメはまだ封印されたままなんですよ、うん、もう俺はとにかく何かにつけてこれを放送してほしいっていうか、うん、放送できなくていいんだけど、そのもうブルーレイでも全巻出してほしいと思ってて、めちゃくちゃなんかドタバタで面白かったんですよね、このアニメがね。で、よく昔再放送で見てたんで好きだったんで、ちょっとぜひですね、単行本がね、復刻した時になんかどさくさに紛れて出してくれないかなと思ったんだけど、出なくてね。まあテレビ局と新映動画との絡みがいろいろあるのかもしれないんですけど、うん、いやいや、あんだけ面白かった作品で、だからそのど根性ガエルとか、ああいうその東京ムービーの一連の流れなんでね、こうドタバタの面白いやつでね、あれをね、ちょっともう一回見たいなと思って、どっかで見れないかなと思ってずっと探してるんですけどね。はい、というわけで今回は、お化けの Q 太郎、はい、唐突に取り上げてみました。藤子 F 不二雄先生シリーズという、はい、ラーメン大好き小池さんは、はいはいはい、お化けの Q 太郎ですよね。うん、藤子 F 不二雄先生っていうか、藤子先生の漫画には大体どれも出てきますけど、やっぱ初出はオバ Q じゃないですかね。で、オバ Q の中のキャラクターとしてやっぱり人気が出たんだよね。旧オバ Q に小池さんがお嫁さんをもらって結婚して、はい、お嫁さんがその手料理が得意で、はい、お
小池さんがラーメンを食べれなくなるって回があるんです、はい、それだけで面白そうでしょ。もうそう、もうハートをつかまれましたね。Q、はい、ちゃんと翔ちゃんがそのなんとか小池さんにインスタントラーメンを食べさせてあげたいと思って隠れていろいろやるんだけど、はい、とことこ見つかって奥さん悪気ないんですよ、はい、あなたこんなとこいないで早くご飯食べましょうよって連れて帰っちゃうわけですよ、はいはいはい、でもうラーメン食べたいのにってなるんだけど奥さんの料理も食べなきゃね当然いけないっていうんで、うん、こう葛藤を描いてあって、はい、最後はねなんか奥さんが小池さんがラーメン好きだってことに初めて気づいて、はい、もうそんなに好きなんだったら私が作ってあげるわよって奥さんがインスタントラーメン作ってくれて、はい、奥さんが作るインスタントラーメンはもうなんでこんなにうまいんだって食べる終わった気がするんだけど、はい、なんか そういうのが絶妙でしょ。なんかこう話の作り方というかね面白い作品ですけどね、はい、というわけで、私のブログと YouTube を連動してですねこの昭和の、まあ、エポックメイキングのいろんな作品、まあ、サブカル全般についてですね、こういうふうに取り上げております。まあ、同世代の方も若い方も見ていただけると嬉しいなと思います。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺でごきげんよう。さよなら。さよなら。